タットル・ジャコビニ・クレサーク彗星は周期彗星。核の直径は1 4トルと推定されている。1858年5月3日に、ホレース・タットル、1907年と1951年に、ミシェル・ジャコビニと、ルボール・クレサークがそれぞれ発見した。また、この彗星は、木星属彗星の一つである。2006年6月1日、 タットル・ジャコビニ・クレサーク彗星は死等級10程度になり、シシザとかニザの境界付近にあり、6月10日から11日にかけて近日点に到達すると予想された。この彗星は印象的に輝いため注目され、1973年には肉眼で死等級4ほどで見えることもあった。しかし、2006年の接近では6月22日には死等級11まで落ち、 輝きを生じなかった。2011年の接近では、水星が太陽の向かい側にある時に近日点が来たため、観測には都合の悪い条件だった。2016年11月10日に死等級が21の条件で、パンスターズにより発見された。2017年4月1日には、地球から 0.142AU の位置を通過した。当時水星は死等級七にまでなり、 双眼鏡でも見ることができた。ありがとうございます。